では、ER34 の、試乗に行ってみたいと思います。この車はですね、走行距離は、オートマからマニュアルに乗せ替えてて、マニュアル用のメーターに変わっているため、走行不明というような感じになっています。なのでちゃんとね、しっかり、まず走るかどうか、こんなところが、個人的にも気になるところなので、この試乗でちょっといろいろ紹介できたらなというふうに思いますけれども、とりあえず今のところ全然問題ないですね。これ足回りが定位の車高調で、フレックスなので、とても乗り心地がいいですね。すごく乗り心地がいい。でブレーキの効きめちゃくちゃいいですね。これパッドとローターの相性なかなかいいかな。個人的にはかなり好みなブレーキのバッチですね。あとマフラーが、富士坪のレガリススーパールが入ってるんですけども、音すごく静かです。フォロワーなんで、やっぱりある程度ファミリーユースでも使いたいななんていう感じで、別に家族いなくても後ろに人乗したりとか友達乗したりとかっていうのを想定して、買う方もいると思うんですけども、その時にすごい後ろからうるさいマフラー音とかしてると嫌ですけど、そういうのは一切ないですね。心地いい RB の音はでも聞こえてくるというような感じです。はちょっと不明ですけども、エンジンに関しては全然問題なそうですね。手上がりもいいですし、あと気になるミッションですね、オートマからマニュアルに乗せ替えてるので、このミッション大丈夫なのっていうところなんですけども、今まだそんなにオイルが温まってない、状態でも普通に少しこと入ります。全然問題ないんじゃないですかね、これ。あと、なんか足回りからイオンするとか、そういうのが気になるイオン系みたいなやつも、今のところちょっと感じないですかね。ちょっとガタガタの道に来ると、それなりに跳ねます。これは車高調変わってるんで仕方ないところではあるかもしれないですね。4ドアのね、このタイプの 25GT ターボって、ちょっと前だとかなりの高値で取引されているような車で、やっぱりこの車にもついてますが、ユーラスのノムケンが、ER34 の4ドアで D1 グランプリに出てたっていうので、爆発的な人気を誇ってたので、相場すごい高かったんですけど、最近ではかなり、相場も落ち着いてきて、買いやすいお手頃な価格帯になってきたなっていうような印象ですね。使い勝手はすごくいいと思いますけどね。ベースがやっぱりスカイラインなんで、リアシートとかも広いですし、それでいながら 2.5 リッターのターボで、なかなかトルクもあってパワーもあってっていう感じですよね。で、その点が、この車もきっちりと、乗ってて、分かります。なんでちゃんと、エンジン生きてるなという感じですよね。ハンドル取られるとかどっちかに寄ってくっていうのも、特にないですね。なので試乗した感じ特に問題ないかと思います。クラッチも全然普通に、残量ある感じでつながりますし、安心して乗っていただけるのかなというふうに思います。試乗インプレッションは以上になります。